おはようございます。バッピーチャンネルの泉ひなです。生きるファッションコレクションの出演者で、あるお話で、嫁姑問題ですごく悩み苦しんでいた時に赤ちゃんが生まれて、その赤ちゃんが難病を抱えていたっていうショックで、その嫁姑問題がどうでもよくなったっていうお話をされていて、ああ、わかるっていう、自分もなんか形は違えど、そういったことはあったなって思い出したんですけど、私の場合は父が末期がんって宣告された時にすごい強い父だったんですけど、それでもショックで何食べても戻していて、結構絶望的になっている姿を見て、もうずっと胸が苦しくて、なんかこう自分のなんかざわ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 している気持ちが止まなかったんですけど、その時に、さらにショックな電話がかかってきて、その思いが吹っ飛んじゃうぐらいの、出来事があって、飛んじゃったんですね。で、なんか、そのショックな出来事に感謝をして、ああ、今このタイミングでもう痛みを全部取っ払ってくれた、みたいな感じで、なので、その自分、不思議ですね。なんかこう、絶望的な時にもっと絶望的なことが来ると、なんか今の絶望がどうでもよくなるっていう。で、そう考えると、もし今自分が苦しいこと、辛いこととかあったら、もっと強い痛みが自分に押し寄せてきた時に、それが緩和される、そうじゃないパターンも考えられるとは思うんですけど、そうと考えて、そうすると、苦しみって自分で探すのって難しいことですけど、でも、そういう状態を考えると、こう何でももう死ぬ気で頑張れるっていうか、痛みを探しに行くって考え、痛みをなくすために痛みを探しに行く、苦しみを探しに行くって考えると、もう何でも怖いものはない。なんか死ぬ気で頑張れるっていう、状態。なんかこう、ある先生が、歩けない方がいて、その方を歩かせるために足に米粒をくっつけて鶏に食べさせて、で、それ痛いから一生懸命歩く。で、それでこう歩けるようになった子がいるっていうお話を聞いたことがあったんですけど、なんとか療法。怖いですけど、でもなんか、他人にやるのは問題ですけど、自分でこうね、何かこうやっていくっていうには、なんか、とにかく今、挑戦のステージなので、私も一緒になんか、いろんな気持ちも、いろんな面で挑戦していきたいなって思ってます。成功の反対は挑戦しないこと。